言われてますね。これから下りを楽しんでください。スイカでしょ。湧き水をね、一応つけます。おお、いや、これはかぼちゃね。ゴーヤ、スイカ、キュウリ、こんなところですかね。ゴーヤからいきましょうね。ゴーヤはね、このとんがったところパチッと割るとこういう感じでね、もうすぐ穴が開くんです。だから簡単、ペンチも使わずにできます。やっぱり並べてきますね。こう並べるとね、双葉がこっちに出るから揃うんですね。じゃあカカオとキュウリいきますか。10粒ぐらい巻くか。こっちがね、発芽の時は開くんですね、穴がね。でこの種割りテコちゃんで、ピシッと言ったでしょ。分かるかな。開いてるでしょ。パカッと口を開けたでしょ。この状態でよくね吸うんです、水をね。ペンチでやるとこの方がね、慣れればやりやすいんだけどね。ほらピッていったでしょ。これをやるとやらないではね、1日ぐらいはスピードが速く出ますね。おっちゃんかぼちゃいきますかね。私こうやってね、パチッ、ほら割れたでしょ。こうやって割れるんですね。こっから水が入ります。ロロンですね、割れてますね。くちばしが開くようにね、開くんです。これはイボのないキュウリです。スイカ、折れましたね。いやいや、この腹道をね、1センチぐらいかけてやんないとね、皮付きで出てきちゃうんですよね。皮付きじゃ困る。はい、終了。